ゲイリー・カー、または、ゲイリー・カーは、アメリカ・カリフォルニア州ロサンジェルス生まれ、カナダ在住のコントラバス奏者。コントラバス初のソリスト。ソロ楽器としてのコントラバスの魅力と可能性を、確立したビルトゥオーゾ。コントラバスのソロ演奏における音響的、技術的な困難を解消し、ドラゴネッティやボッテジーニのように、コントラバスソリストとしての活動を続け、 ソロ楽器としてのコントラバスの魅力を伝え続けている。カーの家系は代々コントラバス奏者で、カーも当たり前のように子供の時からコントラバスを始める。小さい頃はコントラバスの後ろに椅子を置いて、そこに乗って練習をしたという。その後はジュリアード音楽院でスチュアート・サンキーに指示する。公式プロデビューは1962年21歳の突起 バーンスタイン式ニューヨークフィルハーモニックとの共演であった。その演奏を聴いて感動したクーセビツキー未亡人からクーセビツキーが使っていた1611年生のアマティを贈られることになる。その後彼はコントラバスのソリストとして活躍する。どこのオーケストラにも所属せずソロ活動だけで成計を立てる初めてのコントラバス奏者だと言われる。2001年6月に 公式の演奏会からの引退を宣言した後は、更新の指導に専念している。コントラバスの音は、バイオリンやチェロのような明快さがない。したがって、ソロ楽器として聴かせるには、音を明快にする必要があった。彼は、コントラバス用の松ヤニではなく、バイオリン用の松ヤニを用い、他の奏者よりも松ヤニを少なくし、さらに駒の近くを弾くことで明快なコントラバスの音を、 得ることに成功した。この奏法により、演奏上の困難は増したものの、通常よりも固く張りのある音色での演奏が可能となり、コントラバス発のソリストとしての活動を揺るぎないものとすることができた。彼のレパートリーは非常に多彩であり、コントラバス用の作品にとどまらない。例えば、チェロにおいても高度な演奏技術が求められる、シューベルトのアルペジョーネ・ソナタ。 ドボルザークのチェロ競争曲をコントラバスで弾いてしまう。ドボルザークのチェロ競争曲では、朝日奈隆史式大阪フィルハーモニー交響楽団とのライブ録音が発売されている。他にも、バッハの無伴奏チェロ組曲の全曲録音の CD や、工場の月などを収めた、日本の歌という CD を発売している。ありがとうございます。